北上山地は岩手県中央部を北から南に流れ、宮城県東部の石巻市で海に注ぐ、北上川の東側に位置する山地。大部分は岩手県に属し、山地の東側は太平洋に面しリアス式海岸を形成している。最高峰は岩手県の早地根山で日本百名山の一つである、北上高地とも呼ばれる。東に太平洋、 西に北上川、間ぶ川が作る、低地帯に接する。この北上山地を境に、西側が北上盆地となり、東側が三陸海岸となる。山地の大半が岩手県に属すが、北は青森県南東部の海上だけ付近を末端として、南は宮城県のオシ半島を末端としている。地質的には、湖西界と中西界が広く分布する。 最高峰を抱える早地根構造体を境に、南北に大きく分かれ、北部北上山地の南部北上体、南部北上山地に、くず巻かまいしたいと、悪化、他の原体がある。各構造体を分かつ線は、南北に長い山地を斜めに切って、おおよそ北北西から南南東に走る。このうち最も古い先シルル系の基盤を持つのは、南部北上体である。 欧州市前沢の西部の北部の北部と欧州市、水卓黒井町に広がる母体編成岩類、陸前高田市の氷上山を中心にした氷上加工岩類などがあり、日本の中でも最古の部類に属する地層である。南部北上帯はシジュル期からデボン期には、サンゴが生育するような水温の高い大陸沿辺の旋回にあり、後に北上して、 北部北上山地に衝突したのではないかという。北部のくず巻か構え死体と悪化、他の原体は古生代の基盤にジュラケが付加されたものである。早地ね構造体はオルドビス期からシリル期に海洋性近くであったものが南部北上体と北部の地界の衝突で境界部分が持ち上がった。この後、白秋前期に大島造山運動が起こり、 全体が各所で、河口岩に貫かれた。北上山地の原型はこの頃に出来上がった。古代三期まで、北上山地は、大陸沿辺で、ロシアの沿海州と一体になっており、阿武熊山地と距離が近かった。古代三期に入って、双葉断層を境に東側にある、北上山地が北へ、西の阿武熊山地が南へと、横ずれして引き離された。続いて、 およそ3000万年前から1500万年前までかかって日本列島が大陸から分離して現在の位置に移動した。その頃の北上山地は一つの大きな島で西側は旋回をなし、大雨山脈はまだなかった。大雨山脈の隆起は後期中心世に始まり北上山地との間に北上盆地が生まれた。北上山地は 新生代を通じて陸地であったため長く浸食にさらされた。加えて最終表記に周表が作用によって斜面が鳴らされた結果、今あるようななだらかな地形が出来上がった。東に日本海溝があって太平洋プレートが潜り込み沈み込みの力が地震の多発として現れるのが本州東部の特徴だが北上山地は その影響が少ない場所である。地震は、東方では潜り込み面に沿った海底から、近く深部、西方では、大雨山脈異性で多発して、北上山地は少ない。大雨山脈の東には、青森県の恐れ山から、宮城県の青蘇山まで、青蘇恐れ火山列があるが、これは、岩手県で七重山を通り、北上山地には入らない。 大羽山脈が西方にあることにより、積雪量は割合少なく、冷量な気候となっている。ありがとうございます。